うまくいっちゃった国なんですよ。ね、もうね、街中至るところに監視カメラが巡らされています。日本はね、まだね、そこまで行ってないけど、でも、ぼちぼちね、あちこちカメラありますよね。これね、防犯のためだけって思ってません？防犯のためかな？私は違うと思うな。もうね、中国、あちこち、例えばああいう電柱とか、信号のところとか、信号とかもあるんですよ、中国ね。信号のところとかね、街のね、まあらゆるところにこう、中国という国では、カメラが設置されているんですね。これでね、顔認証システムっていうのを導入して、それで、中国共産党のね、政府はね、全国民を、まあ、監視しているという話なんですが、中国で一番ね、個人情報取得で成功して、もう、監視社会に入ってるわけですよ。もう何でも前から。で、何がね、行われたかと言いますとね、まず、信用スコアっていう、信用度スコアっていうのがあって、政府に批判的な国民、点数低くされちゃうのよ、低くされちゃうの。ね、もう勝手にね、点数つけられちゃうの、通信簿みたいにね。でね、例えばね、その信用度スコアっていうのをね、点数落とす行為をした場合、ね、財産の没収、財産没収されちゃう。だってもう、口座情報とは抑えられてるからね。で、そういう人はね、自分の顔写真をですね、こういった、ね、街頭ビジョンにさらすってことやってるの。怖くないですか？ね、自分の顔写真を街頭のスクリーンとかに晒し物にするの。怖いでしょ。それから、ね、低い点数の人はね、飛行機乗れない、鉄道とか移動を制限されます。ということは移動の自由がありません。それからあとその低いスコアの人は個人とかその家族は家のローンを組めないの。まあ家だけじゃないね、ローンを組めないです。あ、よかったら あのチラシを持っていていただいて大丈夫です。ご注意とお取りください。で、それから就職も困難です。私たちって職業の自由の選択ってありますでしょ。でも中国ではその自由がないんですよ。それからね、あと親の信用スコアね、これも子供が通える学校がもう限定されちゃう、限られちゃう。自由に学校を選択することもできない。それからね、先ほど言いました健康コードっていうのがあって、まあスマホでね、個人の、まあ、健康状態とか、それから自分がいる位置、こういったものも監視対象です。 PR で中国はね、陽性出たら全員隔離施設に収容されちゃうの。これが中国で実際に起きた話で、じゃあこんなの日本では起きないでしょ。そんなわけないから、絶対そういう風になるようにもう誘導されてます。